はい、どうも、銀チャリアです。本日も、資格の紹介を、順番にしていこうかなと思います。本日はこちら、ヤマハの MT25 2020年式のモデルになります。一応、まあ、モデルでいうとこれ現行モデルと一緒のモデルになっておりまして、走行距離が約3000km、車両本体価格42万8000円税込となっております。で、まず初めにこちら、紹介していくのが、多分42万8000円で格安なんですよ。で、理由があります。これ、こけちゃってます。一応、順番にちょっと言いますね、傷のところから。まず、こうヘッドライトの横の部分、ここですね。こう傷があるのと、あとフロントフェンダー、ここですね。こうずーっとなんか、吸ったような傷があるのと、ホイールちょっとガリっちゃってます。で、フェンダーの前の部分と。で、次に、このラジエーターカバーですね。ここがちょっと削れちゃってるのと、でやはりこのレバーとかバーエンドとかこのミラーの部分とか、いうところがやはり傷が入ってるんですね。で、まあまあ右側にこけちゃってるんで、まあ当たり前のようにやはりマフラーにも傷が入ってます。ただまあ多少我々の方で手直しはしてるので、そんなに目立たないと思うんですよ。で、もうこのくらいの傷だったら気にならないっていう方だったら、めちゃめちゃお買い得なバイクなんじゃないかなというところでちょっとご紹介していきたいなと思います、で、もちろん我々の方で、事前に点検試乗させていただいているので、足回りだったりとか、ブレーキシステムだったりとか全然問題ないというところでもちろん確認予報をさせていただいております。じゃあちょっと順番に見ましょうか。じゃあまずこちらメーターですね。最近のバイク全部かっこいいですよね。なんかレーシングマシンみたいな、もったこメーターもバーグラフで、めちゃめちゃかっこいいですね。で、まあエンジンかけると、まあヘッドライトも LED のプロジェクターのタイプになってるんですね。まあまあエリアみたいな顔しててめっちゃかっこいいですよね。はい、多分これ好きな方結構多いと思います。はい。エンジンの始動性についても、やはり、それ一発で始動できるような状態で非常に好調な状態になっております。で、吹き上がりとかもすごいいいですね。はい。で、このモデルから、フロントフォークのスペンション、これ倒立フォークに変わってます。ちょっと、フロントの剛性が上がって、コーナーリングとかキビキビした走りができるんじゃないかなというところで、はい、いい装備になってますね。ブレーキシステムについては、まあ、前回と同様の通常のキャスティングキャリパーの2ポット片押しのものになっております。で、このバイク少しだけカスタムされてて、まあ、さっきもちょっとちらっと映したかもしれない。ブレーキレバーですね、まあ、もちろんクラッチレバーの方も、車外のもの調整できるものになっております。で、ここに USB ポートがついておりますので、まあ、スマホの充電とかをしながら、走行することも可能です。はい、こちら、ずっと来て、まあ、点灯ありなんですけども、まあ、この辺は、まあ、幸い大きな点灯じゃないようなので、外装とかは非常に綺麗な状態保ってるかなというところ、で、こういったボルトとかね、結構よくサビ浮いてたりすることあるんですけど、全然サビがないと。多分このユーザーさんすごい大事にされてたんじゃないかなと思うけど、あいにく店頭で多分手放されたのではないかなと想像されます。で、まあこちらスイングアームの方もです、ホイールとかこの足回りの部品非常に綺麗になっております。で、スタンドフックですね、まあ、これ多分サーキット走るわけじゃないんですけど、多分おしゃれでつけてるんじゃないかなというところで、まあ車体と色合わせてかっこいいものがついてますね。で、まあ最近もう当たり前になりつつあるんですけど、フェンダーです。まあまあ、ついてます。はい。LED の、ビト、ナンバー、ライセンス等もついてありますので、はい。まあ、かっこいいものですね。シャープな感じで仕上がっております。で、左側については、めっちゃ綺麗です。ままなので、はい。まあ一応こういった出っ張ってるところですね。一切傷なく。はい。まあ、サイドさんのこういったところも全然傷がないので、はい。まあ、こちら側には一切何もなかったんじゃないかなというところで見受けられます。ただ、ここだけ点灯じゃなくて、何かがカバンとかそういったものが吸ったのではないかなというふうな感じはあります。あとはね、まあ統一っぽくの場合、この辺にちょっとね、サビがあったりすること結構多いんですけど、
めちゃめちゃ綺麗な状態で保ってますね。はい。まあ、ガソリンタンク、この辺の周りパーツも非常に綺麗なので、何かぶつかって傷があるとかそういったわけではなさそうですね。はい。で、まあエンジンモデルに関しては前のモデルからほとんど、変わってないので、まあ、多少手はかかっているかもしれないんですけども、乗ったフィーリングだけでいうともうほとんど変わらないかなと、うん、まあ、ただ非常によく走るので、はい、車両が、非常にコンパクトなので女性とかにも非常にお勧めできる、車両なんじゃないかなと。あとビギナーの方にもね、足つきもバッチリなのでいいのではないかなと思います。というところで、はい、本日で MT2 号を紹介させていただいたんですけども、今後もこういった形で、順次ご紹介できる車両を増やしていこうと思いますので、ぜひともチャンネル登録もお願いします。